アルリムは古代メソポタミア、シュメール王名表に登場する伝説的なエリルの王。シュメール王名表によれば、アルリムは28,800年間在位した、神話的な大洪水以前の王であり、人類最初の王であったとされている。後世、アルリムの知性は理想的な時代の代名詞として扱われ、エリルの聖なる掟を守るものという称号も用いられた。 紀元前3世紀に、バビロニアの神官、ペロッソスがギリシア語で著述した、バビロニア史によれば、在年数は3万6千年であるとされている。道書によれば、人が、動物のごとく会った時、下の海から人の頭と魚の体を持ったワンネス、なるものが現れて、アロロスと民衆に文明と法律を与えたとされている。ウィリアム・ W ハローも、バビロニアと聖書の伝承にある、 戦史時代の世代図の中で、アルリムを犯人犯魚のアッカルルと関連付け、創世紀第五章に示された瀬戸の系図の中で、アルリムとエノスの間に同等性があることを示唆している。また、アルリムの名がおじかを意味することを指摘している。ウィリアム HC は、アルリムは聖書のアダムと同時代の人物であり、古代メソポタミアのアダパから派生した可能性を示唆している。 アルリムの長い知性の後、アラルンガルが王となった。ンハイチャング、ライティングザ・エンシェント・ステート、アーリー、チャイナイン・コンパラティブ・パースペクティブ、ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス、p 十六 i s b n 十一億七十八万百七十一 https://books.google.com/books、i d LPG コール PA36 2015年2月5日閲覧ハローウィリアム・ Hello, W アンドウィリアム・ケリー・シンプソンザ・エンシェント・ニア・イースト A ・ヒストリーハーコート・ブレース・ヨーバナビッチインクニューヨーク1971 P32 ウィリアム・ HC アダム・イン・エンシェント・メソポタミアントラディションズ2011年9月4日時点のオリジナルよりアーカイブ 2020年4月29日閲覧。ありがとうございます。